現在の死亡者をお知らせします。現在の死亡者はいません。引き続きディシジョンゲームをお楽しみください。ふざけやがって。でもよかったじゃない、まだ誰も死んでないって分かったんだから。まだってなんだよ、いつか誰かが死ぬみたいじゃないか。そりゃいつかは死ぬでしょ、人間なんだもの。おいおい、こんなところで老衰なんてごめんだぜ。とにかく13時30分の投票セーフだったみたいだね。うまいこと票がばらけてくれたみたいだな。ねえ、それよりも見てよ、バングルの時間。0時3分。ハッピーニューイヤーって気分にはならないわよね。ハッピーなことなんて何一つないからね。あるだろ、死亡者の数はゼロ、十分ハッピーじゃないか。とりあえず祝杯でもあげとくか。それって嫌味？ああ、そういやお前未成年だもんな。そういうことじゃなくて。頭よ、頭。変な鉄の球体かぶってるでしょ。ああ、そういうことか。それって口のとこだけパカッと開いたりとかしないよ。するわけないじゃん、開くんだったらとっくに。って開いてる。は？ほら、あの箱だよ、強制終了箱。行ってみましょう。这个盖子已经打开了。てるんだ。是西队开的吧？何なのよこの装置は。モニターに何か表示されてるけど。強制終了プログラムを実行するには中央制御コンピューターのシステムを起動する必要がありますだって。中央制御コンピューター？それってもしかして。ちょっとどこ行くのよ。もう確かマップによると量子コンピュータードーム。ここにあるコンピューターがシェルターの全ての機能を司ってるんだ。なんで知ってんだよ。なんでって、それはその分からないけど。はあ？とにかく中央制御コンピューターっていうのはこれのことだと思う。需要密码。所以说前面那条线只是要我们能回收密码而已。待って、何か思い出せそうな気がするんだ。わかった。何がわかったの？システムを起動する方法だよ。まずはこのカバーを開く必要があるんだ。そうしないとプラグを差し込めないから。プラグって？いいから黙っててよ。確かここを開く番号は。開いたぞ。あとはここにプラグを。そのプラグっていうのは？多分だけど、ここに正しい番号を入力すれば。は？ちょっと待ってよ。その頭の番号とここに差し込むプラグと一体どんな関係が？それはとにかくやってみればわかると思う。答えになってないだろうが。そもそも正しい番号なんてわかるの？番号は確か。
そんな嘘だろ。お前は、お前は、真胆小，这样子就晕过去了。エリック、あれからもう1時間以上経つのよ。エリック真的很脆弱。慣れたら？慣れるわけないだろ。だってこいつは、こいつはロボットだったんだぞ。な、頼むから、それ、なんとかしてくれよ。これでいい？その方が断然男前だ。それにしてもあなた全然取り乱したりしないのね。ミラの方こそ。私はどんなことがあっても動じないタイプなのに、たとえあなたが火星人だったとしてもね。僕は最初に知った時はびっくりしたよ。喉から心臓が飛び出るくらいに。お前に心臓なんてないだろ。ちょっと待って、最初に知った時って？これが初めてじゃないってこと。前にも別の歴史で。別の歴史？思い出したんだよ全部。さっきここで自分の姿を見た時に。感觉差不多啦，应该快要到真结局了。僕の頭脳はこの頭の中にあるわけじゃないんだ。僕の思考中枢はそこ、量子コンピューターの中にあるんだよ。僕はそこで物を考え、知覚し、この肉体に向かって指令を発信してる。例えばこんな風に手を挙げたりするのも、その指令を受信してるからなんだ。まるでラジコンみたいに。知ってる？量子ってさ、全ての可能性が重なり合ったまま共存した存在なんだよ。だから量子コンピューターは A の場合、 B の場合、 C の場合といったシミュレーションを同時並行的に行うことができる。つまり僕の頭脳の中にはいくつもの可能世界がほぼ無限に広がってるってこと。この仕組みを利用して僕は別の歴史にジャンプすることができるんだ。そんなバカなこと。できるわけがない。でも君たちだってもしかしたら同じかもしれないよ。一説によると人間の意識は脳内の量子的な作用によって生み出されてるんじゃないかって言われてるんだ。量子脳理論って言うんだけど、要するに人間の脳みそもある種の量子コンピューターみたいなものってこと。だからある特定の条件さえ揃えば君たちだって別の歴史に飛ぶことが？たく、バカバカしいにも程がある。信じてくれないの？当然だろ。そっか、そうだよね。じゃあやっぱり全部説明するしかないのかな。そうね、一から順番に教えてもらえる？でもその前に一つやらなきゃいけないことが。お前一体何を？ちょっとね。讯号断掉，什么意思？特に変化なしか。見た目はね。でも
メッセージは変わってるわよ。在这个世界、C 队跟 D 队应该都没有死人。強制終了プログラム待機中。コマンドを実行するには2つのキーアイテムをセットする必要があります。だとさ。待って、まだ続きがあるみたいだよ。キーアイテムは母の形見？何かしら、母の形見って。这个阶段就要由那个 D 队来启动。もしかしてそいつを探せってことなんじゃないか？このシェルターのどこかに隠されてるっていうの？だとしても、もう探す時間はなさそうだよ。ち、タイムリミットか。さあ、まもなく就寝の時刻だ。次に目覚めた時、君たちはここで起きた90分の出来事を全て忘れているだろう。では、良い夢を。好，那目前为止，这个三队的强制终止盒都开启了。但好像没有发生什么事欸，这边有问号，问号问号问号，这个问号怎么解锁呢？哦，三队都多了新剧情欸，不过看起来是一样的。やはりな。どうやら我々が取り戻した記憶は正しかったようだ。三つの区画は一箇所にまとまっていた。だとしたら、カルロス。太阳子全員到齐。アカネ、シュンペ。それからミラとエリックに。あなたはショーン君ね。カルロス、その怪我は？友情の証だ。それより、どうして君たちがここに？時間的には C チームも Q チームもまだポットの中で眠らされているはずですが。お前らがやったこと、真似させてもらったんだよ。このカードを使ってバングルの注射が刺さるのを防いだんだ。あの、それって何もかも思い出したってことさ。僕も同じ。私と純平君もです。この数時間の間に決裁合裁丸ごと全部の記憶を取り戻したんだ。まあ取り戻したというか、携帯形成場にアクセスして記憶をダウンロードしたと言った方が適切ですけど。つまりそれは別の歴史の記憶もという意味か。ええ、我々と同じというわけか。でもどうして。ちょっと待って、私とエリックは違うわよ。ああ、俺たちは特に別の歴史の記憶なんて。じゃあお前らは注射を。いや、カルロスたちと同じだよ。僕が教えたんだ。順番に説明するね。まず僕は強制終了プログラムを実行するために中央制御コンピューターにアクセスしたんだ。そこでシェルター内の通信回路を一時的に遮断。監視カメラの映像データがゼロに送られるのを阻止したんだよ。僕らがそれからやろうとしてたことをゼロに見られたくなかったからね。その時にショーンから聞いたんだ、今回の事件に関する全ての真相を。
で、トランスポータールームに移動して2枚のカードをゲット。注射が打たれる直前にこれをバングルと手首の隙間に差し込んだってわけ。なるほど、ミラとエリックについては分かった。だがショーン、君は？うん、知ってると思うけど、僕はロボット。注射なんか打たれても全然平気。じゃあ僕はね、タイムリミットが訪れるたびに強制的にスリープ状態にさせられてたんだよ。同時に90分間の記憶もごっそりデリートされちゃってて。だけどそれじゃあ困るから、さっき話したアクセスの時に僕は自分自身の管理システムをハックしたんだ。で、強制スリープとデリートの機能を停止したんだとさ。だったらカルロスたちは？俺たちは映像回線の遮断なんてできなかったから、ちょっと面倒くさいこと。まず、カルロスさんが私のことを押し倒して。押し倒した？演技だよ、あくまでも。そういうふりをしたってことだ。そこでカルロスさんがこっそりと私に耳打ちを。トランスポータールームに行ってカードを手に入れるようにって。だがそのまま茜を行かせたんじゃゼロにもろバレだ。残った俺と純平はゼロの注意を引きつけておく必要があった。そこで俺は純平を原子炉の制御室へと誘い、その結果がこれってわけだ。教えてくれりゃよかったんだ、俺にも。お前に教えたらゼロにバレちまうだろ。とても演技がうまそうには見えないからな。話说事情会演变成这样子，也在这个 Zero 的意料之内。ラウンジで合流。毕竟这三个强制终止的密码都是 Zero 告知的。茜からカードを受け取ったんだ。所以说现在的问题就是 Zero 究竟想干嘛？確認させてもらえますか？皆さんは全員別の歴史で何が起こったのか知ってるんですよね？ミラとエリックもか。さっきエリックが言ったでしょ、ショーンから全部聞いたわ。でもどうしてなんでしょう。何が？私たちが別の歴史を知ってる理由ですよ。それは多分。教えてほしいかね。あ、出現了。关键的第十人。等你好久了。いや、ゼロと呼ぶべきか。あるいは本名で呼んでくれても構わないよ。デルタとね。そう怖い顔をしないでくれたまえ。名付けてくれたのは君ではないか、ダイアナ。まあいい。亲生儿子。さっきの疑問に答えてやろう。カルロス、アカネ、ジュンペイ、それからダイアナ、ファイ、シグマ、君たち6人は全員シフターだ。そうだな。思い出してほしい、ここに来るまでの道のりを。君たちは通常の時間の流れに沿ってこの歴史へとたどり着いたのかね。いや違う、そうではないだろう。君たちは別の歴史から飛んできたのだ。シフトの能力を使って。しかもそれは今回に限ったことではない。これまでに何度も何度も君たちはシフトを繰り返してきた。時空間上のある地点からそれとは異なった地点へ。何の脈絡もなく気まぐれに。あたかも樹木の枝葉を飛び移るように。そのことを忘れてしまっていたのは薬のせいなのか、あるいは
シフトの副作用によるものなのかはわからない。だがいずれにせよ、君たちの記憶はしっかりと刻まれていたのだ。携帯形成場の中にね。君たち6人は単にその時の記憶を取り戻したに過ぎない。ほんの些細なきっかけがトリガーとなって記憶の堤防が決壊したのだ。ショーンについても似たようなものだ。とはいえ彼の思考中枢は量子コンピューターの中にあるから、他の者たちとは少し原理は異なるが。俺とミラは？残念ながら君たちにシフトの能力はない。私と同じように。あなたと同じ？そう。だが私には別の力がある。マインドハックの力だ。超能力マインドハック。私は人の心を読むことができる。何を考えているのか手に取るように分かるのだ。だから今ファイが何をしようとしているのか。その装置から離れるんだ、ファイ。私たちが注射を阻止したことも無論お見通しだったよ。だったらどうして？君たちに最後のディシジョンゲームをしてもらいたくてね。最後のディシジョンゲーム？私は人間の選択というものに興味がある。正確に言うと、その選択によって枝分かれしていく世界に。さっきも言ったが、天哪、戴安娜、私にはシフトの能力はない。だが何百万という人々の頭を覗いて分かったのだ。この世界には別の歴史へと飛び移る能力を持った人間、シフターが存在すると。私がいくつもの平行世界を知っているのはそのためだ。じゃあただの好奇心で俺たちを。人が何か大きなことを成すとき、その理由を一言で説明するのは難しい。大抵の場合動機は複合的なものだ。今回も同じ。私はいくつかの目的を達成するために君たちをここへと閉じ込めた。その目的というのは？教えてほしいかい、ダイアナ。君に私とファイを産んでもらうためだよ。为了让自己存在吗？どういう。私とファイはダイアナとシグマの子供なのだ。ファイが？ダイアナとシグマの子供？2029年11月16日、私とファイはこのシェルターで産声を上げた。もちろんこれは別の歴史での話だ。所以说这么大费周章就是为了让自己被生下来吗？その後、我々の肉体を構成する原子のデータは1904年の4月へと転送された。その時トランスポーターはドイツ政府の研究所にあった。我々の体はその研究所内の出力ポッドで復元再生されることになったのだ。ってことはお前の年齢は124だ。おマジかよ。だけどファイは存在吧。ドイツの研究員が2008年へと送ったのだ。記録によるとどうやら実験の一環だったらしい。つまりファイさんは2029年から一度1904年の過去へと飛び、そこからさらに2008年の未来へと。もっともその時送られたのは
ファイの肉体に関するデータだけだがね。確か2008年の時点ではトランスポーターはアメリカの研究所に。そこで私は研究員の老夫婦に引き取られて。話を戻そう。ともかくそれが大きな目的の一つだったのだ。ここで起きた全ての出来事が私とファイを形作った。全てというのは別の歴史も含めた意味でのことだ。君たち全員をここへ閉じ込めなければ私とファイが今の形で生み出されることはなかっただろう。今の形？ショーン、君は知っているはずだ。エピジェネティクスのことを。膨大な遺伝子のコードのうちどの部分のスイッチが入るかは環境によって変化する。生殖細胞も同じ。いや、むしろ生殖細胞こそ生まれた孩子、所以拥有了超能力。最も大きく受けると言っていいだろう。そっか、そういうことか。それでダイアナとシグマにディシジョンゲームを。どういうこと？二人を危機的な状況に追い詰めることで生殖細胞の遺伝子にエピジェネティックな変化をもたらしたんだ。多分そのせいで生まれてきた子供には特殊な力が。その通り。私がマインドハックの能力を持っているのはそのためだ。そしてファイ、君がシフターとして生まれてきたのも。Dチームの諸君、この壁に何と書かれていたか覚えているかね？When a curious hate reaches calamity。 その文字を入れ替えるとどうなる？まさか、What do you choose? Can materialize us? お前の選択が我々を実体化する。ディシジョンゲームはそのために行われたのだ。今ここに存在する私とファイ、这样子人生好悲哀哦。今のままの形質を持って一点都不开心呢。いや、だが両親であるダイアナとシグマに命がけの選択をさせた理由は分かった。だけど他のみんなは何の関係も。言ったはずだ、動機は複合的なものだと。他にも理由が。え、有人踢笑了。八一，冷静一点。他是你哥哥啊。よせ。正义的飞踢。哇塞。你的读心术没有用吗？情势一秒逆转哎！終わりだな。这个超能力者居然吃瘪了。そうかもしれん。何？ダイアナ、これを装置にセットしてくれ。お前の青い鳥も。セットしました。しました。強制終了プログラムを実行します。爆破まであと10分です。なんだと。そんな、一体どういうことだ。おい、答えろ。今のアナウンスは何だ。説明が必要かね。間もなくこのシェルターは爆破される。君たちは力を合わせて艦内の自爆装置を動かしてしまったのだ。ショーン、中央制御コンピューターにアクセスして。無駄だ。一度始動してしまった強制終了プログラムは
いかなる手段をもってしても停止することはできない。じゃあどうすれば。一つ、いや二つ、君たちにいい方法を教えてやろう。まずはバーカウンターの裏を覗いてみるといい。嘘だろ。なんでこんなこと。ガブか。ジャポー。ガブか。为什么。ガブを殺したのか。ああ。その瞬間、我有一度以为这个加布可能就是 Zero。どの道奴はもう長くはなかった。この人でなし。まさかショーン、君に言われるとはね。もう一つは何なの？教えること、二つあるって。私にはマインドハックの力がある。その話はもう聞いた。だが。このことはまだ言っていないはずだ。マインドハックでできるのは誰かの思考を読み取ることだけではない。前面我们好像有见识过。ほんの一瞬ではあるが、他还可以操控别人。人を意のままに操ることができる。例えばこんな風に。第一个倒霉鬼是谁呢？啊，自杀？为什么？想不开也不要这样啊！エリックさん、どうして？違う、違うんだ。指が勝手に。マインドハック。わかっただろう。これが私の力だ。では始めよう。最後のディシジョンゲーム。君たちには二つの選択肢がある。一つはここに留まって死を待つこと。そしてもう一つは。另外一个是穿越吗？可是在场有两个边缘人不会穿越。おい、もう一つってなんだ？もう一つって何なんだよ！爆破まであと5分です。一体どうすればいいんだ？Xドアは？どうやって開くっていうのよ。6人が死なない限りあの扉は開けないわ。それともここで殺し合いでも始める？ミラ、不会吧。一つ考えがあります。なんだ？シフトするんです、みんなで一緒に。おい待てよ、別の歴史に飛ぶっていうのか？でも私とエリックはきっと大丈夫だよ。ほら教えたでしょ、人間の意識は脳内の量子的な作用によって生み出されてるって。そういや、ある特定の条件さえ揃えば俺たちもって。何なのよその条件って。一つはその人の身に危機が迫っていること、そしてもう一つはすぐ近くにたくさんのシフターが存在することです。そうか、すると共鳴作用を起こしてミラとエリックも。だがどこの歴史に飛ぶというんだ？この近辺の歴史ではダメだな。必ずどこか一チームが投票によって処刑されてる。飛び移る肉体がなければシフトはできない、そういうことですね。だったら全員が生きてる歴史に飛べばいいんです。全員が生きてる歴史？まさか。回到这么前面了。コインの裏表が当たった方の歴史か。
なんかよくわからないけど、明暗じゃない？何を言っている？そんなことできるわけがないだろう。どうして？シフトは単に別の歴史の肉体に飛び移るわけじゃないんだ。入れ替わっちまうんだよ、こっちの意識とあっちの意識が。要するに向こうの意識はこっちの肉体に飛んできて、わけもわからぬままに爆死するってことだ。ふん、それのどこがまずいの？どこがって、彼らはどこか別の歴史でのうのうと暮らしてるわけでしょ。ミラー入ってもらった。たった1回コイントスの正解を当てただけだっていうのに、それってなんかずるくない？真的不想让他活下。ミラー、君は今彼らと言ったが、それは他ならぬ自分自身のことなんだぞ。いや、果たしてそいつが本当に自分自身と言えるかどうか。確かに今ここにいる自分こそが本当の自分だとするなら、別の歴史の俺たちはほとんど他人と変わらない。だったらなおさらだろうが。もし俺たちがあの歴史にシフトしたら、他人の命を犠牲にして生き延びることになる。あの歴史の私たちには何の罪もありません。たった一回コイントスの正解を当てただけなんですから。それを言うなら俺たちだって同じだ。たった一回コイントスの正解を外しただけなんだからな。にもかかわらず俺たちはこれまで散々な目に遭ってきた。命がけの選択を何度も何度も迫られて。そもそもその歴史の肉体って俺たち自身のものなんだよな。だったら悩む必要なんてないんじゃない？時間がありません。もう一度言います。選択肢は2つ。ここに留まって死の瞬間が訪れるのを待つか、別の歴史の自分たちを犠牲にして生き延びるか。それが奴が残した最後のディシジョンゲーム。看样子最后的决定权在我手中。啊，剧情都到这个地步了，先选择不穿越吧。我还是不知道这座想干嘛。哎呦，米拉意外的淡定。虽然说是全灭的结局，不过大家最后好像都看得蛮开的，除了艾里克以外，其他人好像都是脸带微笑的离开这个世界啊。好，那我们再来回收另外一个选项。什么？传送以后就没了？为什么？有没有新开的剧情啊？哦，在这里。真的耶，在最初始这边耶。ダメだ、思い出せない。俺もだ。私もです。誰かに何か賭けみたいなことをさせられたような気もしますが。誰かって？賭けというのは
我々は全員記憶をなくしているのか。ねえ、っていうか一つ聞いてもいい？この子誰？元神要归位啦。成功したのか。バングルがないので時刻は分かりませんが、太陽の方角からするとおそらく正午近くだな。日付は？さすがにそこまでは。ねえミラ、エリック、僕のこと覚えてる？ああ、はっきりと覚えてるわ。じゃあやっぱりうまくいったってことか。運命とは理不尽なものだ。そうは思わんかね。出現啦、ゼロ。お前手中没有拿武器。今から17年前、公園の細い小道を一匹のカタツムリが歩いていた。もしそのカタツムリがいなければ、ここにいる全ての者たちの人生は今とはまるで違ったものになっていただろう。たった一匹のカタツムリが人々の人生を狂わせ世界を変える。だからなんだって言うんだ。わけわかんねえこと言ってんじゃねえよ。よかった、無事だったのね。無事なのは当然だ。君たちは別の歴史からシフトしてきたのだから。とにかく警察に通報を。そんなことをしてどうするというんだい。決まってるだろ、ムショにぶち込んでやるんだよ。何の罪で？殺人罪だ。殺人、なるほど。だが私は誰も殺してはいない。そもそもこの歴史では一人の死者も出ていないのだ。警察がまともに取り合ってくれるとは思えんが。でもあなたは確かに別の歴史で。聞かなかったかな。私にはシフトの能力はないのだよ。私が別の歴史のことを知っているのは君たちの頭にマインドハックを仕掛けたからだ。つまり君たちが知っているあの私と今ここにいるこの私は別人ということになる。他の歴史で人を殺したら罪に問われるのかね。もしもそうだというなら、この世界は罪人であふれかえることになるだろう。だったら殺人予備罪っていうのは。そうだな、この歴史でもあのシェルターに物騒な仕掛けが山ほど設置されてるのは間違いないだろうし。残念だが、その仕掛けだったらすでに撤去したよ。君たちが眠っている間にね。もうあのシェルターには何もない。トランスポーターも量子コンピューターも全てトラックに乗せて移動した。今ショーンが動いていられるのは衛星回線を使って電波を受信しているからだ。どうした？なぜ喜ばない？もう一度言うが、この歴史では一人の犠牲者も出ていないんだぞ。私とファイはこうして存在しているし、ラジカル6が漏洩することもない。我々の行く手には明るい未来が広がっているばかりだ。最高のハッピーエンドだと思わないか？感觉哪里不太对劲。
だがお前はこのまま何もせずに時が過ぎれば人類は一人残らず滅亡するって。一人の狂信者がテロを起こし、それがきっかけとなって核戦争が。その話なら俺も聞いたぞ。その狂信者とやらを抹殺するためにラジカル6をばらまいたってな。その話をしたのは今の私ではないが、確かにその通りだ。この歴史ではラジカル6が世界に拡散することはない。すると狂信者が死ぬこともなくなって、逆に人類は滅亡しちゃうっていうの？おい、それのどこが明るい未来だって言うんだ。ファイ、君は今怒っているのかね。なんだと？もしもそうだとしたら、それは大いなる矛盾だ。私は別の歴史で20億人が生き残れる未来を用意したはず。にもかかわらず君たちはこの歴史へと飛んできた。60億人が犠牲となる未来ではなく、80億人が全滅する未来を選んだということだ。違う。それは違うぞ、デルタ。未来の出来事はまだ何一つ決まっちゃいない。未来とは自分たちの手で切り開いていくものだ。いいこと言うじゃねえか、カルロス。僕もそう思う。俺も賛成だ。怎么好像变成辩论大会了。私も。ミラ。そうだ、そうとも。未来の可能性は無限だ。私たちが力を合わせればどんなことだって。人類が一人残らず滅びる、冗談じゃない。そんな未来、私たちが変えてみせます。何がおかしい？だからそういうことだよ。何がそういうことなんだ。私は別の歴史で、動機は複合的なものだと言わなかったかね。想像してほしい。もし君たちがあのシェルターでの出来事を経験していなかったらどうなっていたかと。君たちは今未来を変えるという決意を固めた。その決意を生じさせることが今回の計画の目的の一つだったのだよ。全ては私の思惑通り、一人の犠牲者も出すことなく、私は人類が救われる未来を作ったのだ。腹立たしいかね、運命をもてあそばれたことに憤りを覚える。よかろう。ならば君たちに一つの選択肢を与える。君たちはその銃で今すぐ私を撃ち殺すこともできるし、このまま黙って見逃すこともできる。約束しよう。マインドハックの力は使わない。選ぶのは君たち自身だ。さあどうする？引き金を引くか、私を逃がすか。これは君たちと私と人類の存亡をかけたディシジョンゲームだ。他花了120多年，费了这么大的功夫，就是为了创造出这些救世主吗？啊，多么悲哀的人生啊！可是最后不管怎么说，我觉得米拉还是必须死。这个米拉太过垃圾了，他只要活着我就不开心了。没有啦，这个字幕不给跳。
好吧，好像全剧中怎么说呢，还是留有一些遗憾的、啊。那遗憾就是米拉没有死，我真的很恨他，有没有？这个同一个编剧打月刚太阳的之前另外的作品叫做《时光的牵绊》，我以前好像有提过嘛。剧本呢跟这个有点类似，也是有穿越的概念，但他没有把这个穿越梗用得这么廉价，用得这么烂啊。这个游戏的确是不错，但完全比不上他以前的作品，只能说神作只有一个，而且是无法超越的。但也不是说这游戏差啦，就是有哪里不太对劲，就是有个人没死，我很不开心。会玩四海兄弟吗？会哦，会哦。我在等这个片尾跑完，不知道有没有东西。我记得应该是没有啦。